すまん。見ての通りのありさまだ。よろしく頼む。やるしかない。オラ。生きるぞ。だが今のと似たような化け物が地下にもいるみてえでな。それと実はな、真田の姿をここで見かけたよ。こんな状況で呼び止めることもできなかったが、あの化け物どもを追っていったらしい。今のあいつには俺なんかよりお前さんたちの方が必要だ。よう、久しぶりだな。こんなところで会うなんて、誰かの差し金か？って、冗談だよ、冗談。ところで、調子はどうだ？指名手配犯に心配されたくないか。警察や人目を避けながら、イーターの調査をしてたんだけどよ。
逃亡生活ってのは意外としんどいもんだな。ま、泣き言は後だ。イーターに追われてここに逃げ込んだ連中がいる。襲われる前に助けてやろうと思ってさ。俺といると指名手配犯の仲間だと思われちまうぜ。ここは俺に任せて、オタクはとっとと失せろって言いてえとこだけど、オタクが素直に聞くわけやねえよな。似てるぜ。オタクが来てくれたのは心強い。久しぶりに共同戦線と行くか。ダメだよ。終わったか。お疲れさん。後悔するぜ。おら、君がいてくれてよかった。
また間に合わなかったってのか。くそ、俺にもっと力があれば。ちっ、厄介だな。終わったか。お疲れさん。
なあ、オタクはどう思う？こいつらに意志ってもんはねえのかな？バカみてえにただひたすら食いてえだけなのか？こいつらの目的は一体何なんだ？それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ。いつも都合よく現れやがって。この山上を高みの見物か。観察と分析こそが研究者の責務。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか？やはり興味をお持ちですか。あなたならきっとそうだろうと思っていました。多少長くはなりますが、あなたの素直な探求心に敬意を表して、今までの研究成果を教えて差し上げましょう。ところで新田君、あなたはなぜ食事をするんです？目的は何ですか？なんだよ急に。食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ、生き物なんだから。その通り、食べるのは生きるためなんです。そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。生物が生きるのは死を保存するため。そのために生物は環境に適応し、その遺伝子を書き換えてきた。すなわち進化です。進化？そのとおり。そしてそれは人間もイーターも変わりはありません。イーターは捕食したものをデータとして分解吸収し、自由に書き換える能力を有しています。これがあなた方もご存知の万化と呼ばれる現象ですが、イーターの真の能力はバグ化にあらず、彼らの真の能力はそれら吸収したデータを自らの中に再構成する力を有していることなのです。対象を捕食することで自らを書き換え、新たなる生命として生まれ変わる。つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返しながら進化し続けているのです。イーターも進化するために食べてるっつうのか？そうです。イーターにとって生きることとは進化すること。進化し続けることにのみ生き続けることができるのです。なんとも素晴らしい能力だとは思いませんか？これぞ生命の究極の姿といっても過言ではない。イーターにとってはあらゆる存在が進化の契機なのです。それがたとえ現実とデジタルを隔てる壁であろうとも、彼らにとっては単なる餌でしかない。人間が育成層を経てようやくたどり着く境地を、イーターは個々の捕食機能で瞬時に成し得てしまえるのです。進化のためにイーターに次元の壁を食わせたってのか？お前と岸辺は一体何をするつもりなんだ？確かに私は岸辺さんに協力していました。当面の目的は一致していましたからね。ですが、私と岸辺さんが目的を同じくしていたのは次元の壁の崩壊まで。あ、岸辺さんは次元の扉を開くと表現していましたが、私は壁の方がしっくりくるんですよね。意味的には扉でも同じですが。ちゅっ、壁でも扉でもどっちでもいいっつーの。それよりあんたには別の目的があるってのか？イーターに次元の壁を侵食させることで、我々の世界と隣接するデジタルワールドの境界は消失するんです。結果、現実世界はデジタルワールドの影響を受け、常時デジタルシフトし続けるの。リアルとデジタルの完全なる融合。それが実現することで何ができると思いますか？何ができるなんてものじゃありません。現実世界を自由自在に改変することも可能です。
です。自分が求める完璧なものが得られるまで何度でも何度でも。そいつがあんたの目的か。それってひょっとして人間そのものの進化だった。そうですね、新たな力の獲得は進化と呼べるでしょう。新たな力の獲得。成し得たいことがあるのならば、たどり着きたい彼岸があるのならば、力あるものを喰らい自身を書き換えなさい。それは進化のためには必然の儀式なのです。何もせずに現状を嘆くのはただの怠慢ですよ。さあアルタ君、君はどうします？どうしたいんです？どうなりたいんです？俺は、いや、ところでアルタ君、なんだよまだ何か。気をつけた方がいいですよ。え？うしろ。進化できないものはいずれ淘汰される。迷いは禁物です。やあやあ、アルタ君、戻ってこられてよかったですね。ようやく進化の岐路に立てたというのに、消えてしまっては元も子もないですからね。ご気分はいかがですか？俺は、そんな、イエゴ。これはこれは。なんで結局俺は何も変わってない。誰一人守れないガキのままか。ああ、アルタ君、今君は悲しいのですね。でももう大丈夫です。もうすぐ悲しいことは何もなくなります。悲しみがなくなる。さあアルタ君、共にこの不完全な世界を新たなるステージへと押し上げるために。そうすれば君の望みも叶うはずです。心配してくれてんだろ。わかるぜ。なんたって長い付き合いだったんだからな。けどでかい宿題が残ってたことを思い出しちまった。力が必要なんだ。さすがアルタ君、変化を恐れない君の崇高な精神は尊敬に値します。君こそ新たな進化を遂げる新人類にふさわしい。君が望めば力など好きなだけ得られるでしょう。それは本当に君の望むものなのか？京子さん、どうしてここに？なんですか、あなたは。邪魔をしないでいただきたい。彼はすでに歩むべき道を決めたのですよ。どうです、アルタ君、これが力です。プログラムを書き換え、世界の法則をリアルタイムで改変することができる。まだまだ微力ではありますが。すまねえ、悪いけど俺行く。それで後悔はしないのか？後悔ならもうずっとしてたんだ。やめておけ。彼の決意は固い。今は何を言っても無駄だ。君が今すべきことは何だ？私の助手なら答えてみたまえ。
全く意味がわからんが、君らしい答えではある。その答えがいかなる結末を導くか確かめるとしよう。今は深追いしても仕方がなさそうだ。一度事務所に帰るとしよう。極上のコーヒーが我々を待っている。とはいえ悠長に味わっている時間はないだろうがね。なるほど、そんなことがあったのか。いろいろと大変だったようだな。ああ、連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの動向を探っていたんだが、思いのほか手こずってしまってね。しかし苦労の甲斐あって彼らのおおよその位置はつかむことができたよ。今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所。お台場、渋谷、上野、そしてエデンだ。その中で最も明確な反応を示しているのはお台場。ここにはエグザモンがいる。エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。だが今はイーターに侵食され、活動が鈍っているようだ。今は防衛隊がエグザモンを取り囲み動きを監視している。しばらくは彼らに任せておいた方が良さそうだ。残りの3つ、渋谷の反応はマグナム、上野の反応はガンクーモン、エデン内からはスレイプモンの反応を検出できた。今反応があるロイヤルナイツはこのくらいだ。残りの連中はおそらく意図的に反応を消しているのだろう。さて次にやるべきことは分かっているな。我々がやるべきことはロイヤルナイツの勢力を少しでも分断すること。可能ならば仲間に引き入れ、そして。どうしたんだ？いまいち顔に締まりがないようだが大丈夫か？それならいいが、ふぬけていては仕事にならないぞ。よし、出発の前にカフェインを摂取していきたまえ。私も久しぶりに腕を振るおう。久々の一杯だ。ゆっくり味わうといい。ほう、しばらく会わない間に味覚は成長したようだ。さあ仕事の時間だ。ロイヤルナイツの勢力を可能な限り我々の味方につけてこい。あんた、なんだこの異臭は。口から得体の知れない液体が。やはりこのやり取りがないと始まらないな。